皆さん、こんにちは。神戸市民の淡井圭介です。2023年、4月12日、16時、9分ほどなんですけども、松本ひとしさんに警告です。仮想通貨のインターネット上の CM に広告等になられてますけども、あれ、降りてください。仮想通貨っていうものは、国家の信任のないものなんです。 貨幣、要するに、通貨とか紙幣とかそういったもの、ああいったものは国家の信任がないと認められてないんです。だからそんなものを銀行が取り扱ったりしたらどうなったかって言ったら、ドイツとアメリカに関して銀行は破綻しましたけど、あれ仮想通貨を取り扱ってたんです。別に、あのー、んまあ、どう言ったらいいんかな。まあな、仮想通貨を取り扱ってたから国が動いて、あんたたち経営陣、ちょっと実力ないよと。知識なすぎるよと。 法律分かってないんだったら銀行の経営なんかできないよっていうことで一旦潰したんです。で、公的資金注入してまたいすぐに復帰できるんですけどもあ、テレビのワードビジネスサテライトでもそういうことよく分かってない人たちがも,もの言ってるから、もうこれはテレビ局の実態、実力が見当たらないの、本当に。どこにあなたたちの実力があるのって。基本局みんな作業家の話になりそう、本当に。我慢の限界が来て、裁判所でね、決定して。で、えー、 その、松本さんのケースの場合は、それ人を騙す行為になっちゃうから、詐欺罪になる可能性が非常に高い。だからもうすぐ降りてください。仮想通貨なんかダメよっていうことを僕は数年前に、えー、いつものルートを送った SD カードでテレビ局の人たちに伝わってましたよね。で、えー、池上桂さんのニュースそうだったかっていう番組で数年前に出ていた、えー、芸能人の、まあ、芸人系の方だったと思うんですけども、えー、仮想通貨手放しといてよかった、あ下がったって、僕は下げるからって言いましたから、もう潰すからと。 あのも、国家の信任もな何でもない。ただ、マネーゲームであると。あんなもん、あいつらも、あの、それを作り始めた奴ら、本当に捕まえて刑務所行きにするから、本当に。世の中舐めすぎてる。で、あと、米倉良子さんの CM についても、えー、これも警告しておきます。あの、なんか、こんな、塔みたいな形のね、あの、カタカナの塔みたいな形で、電、電池使ってんのか、こう、こう、バネのように、あのー、 ま、出たり引っ込んだりのを繰り返してこう、肌を叩いて、あの、ビガンだとか、もう、これ、それ、完全詐欺だからダメ。もう、今すぐその CM 降りて、で、テレビ局も早急に、あの、そんな CM 流さない体制作って、テレビ局も取り締まらなあかんし、米倉涼子さんにも罰則金みたいな当てらなきゃなんない。もうすぐ、え、逃げて、ある程度のところは、かばってあげ、 で、刑事事件化にはならないようには僕の方でしますけども、それもどこまでできるかわかんない。法律に強い人たち本気で怒らせたら刑事事件化するから。そんな全国放送でそんな大きな詐欺事件を起こして。もうそれは証拠や、テレビの CM が。 ほ、えー、他にも政府に、えー、言ってるし NHK にも言い言ってニュースウオッチ9だった人たちがあの出演者の人は、えー、こちらから言いますっていうことですぐに対応してくれたんですがいいテレビ出てる人一般の出演者の芸能人も全員淡いケースからの声聞こえてきたら返答しよう本当にこれ認めてるからテレビ局の役員が役員っていうのは社長とか専務とか常務とか、ね、そういう役員さんたちが認めてるから。 で、えー、国会議員の人たちも認めてるから、早急に返事しなさい。していいことと悪いことこっちが言ってるんだから、それ返事してくれなかったら、えー、分かってるのか分かってるのか分かんない。本当に。そんなことだったら君たちにテレビ出す、あのー、出る権利なんかないから。そんなもん BPO 使ったらいつも君たちテレビから引きずり下ろせんの。本当に。世の中舐めとったらあかんよ。ちゃんと言うこと聞きなさい。以上